到着ね。みんなお疲れ様。はっ。どうでしょう。わかりましたわよ。ヘイトの分散をお願いできますか。撃ちます。弱ってるわよ。弱ってるわよ。行きますよ。最高です。行きますよ。任せて。クリティカルです。いいじゃない。素晴らしい結果です。行くわよ。分かったわ。エネミーを発見。サポートは任せて。了解です。撃ちます。素晴らしいです。頑張るわ。ポイズン状態です。強敵よ。これで気をつけて。弱ってるわよ。弱ってるわよ。今のチャンス。いいじゃない。スナイパーを確認。無事到着しましたね。スナイパーを確認。ゼリスカさんが言ってたキリトさんとアスナの偽物が出ているエリアはこの辺りね。キリトとアスナの偽物、やっぱりクレハやイツキの偽物みたいにちょっぴり変だったりするんでしょうか。あれはあれで私なの。ちょっと昔の私だったってだけで。それはともかく気になるわね。偽物は GGO 歴の長いプレイヤーのコピーなんじゃないかっていうキリトさんの説、外れてたのかな。キリトもアスナもGGO を始めたのは最近なのです。もともとの条件が違っていたのか、他にも何か条件が必要なのか。もしかしたらキリトたちのコピーにはクレハたちのコピーとは違うところがあるのかもしれません。そうね。とりあえず直接確認しないと。二人とも強いから戦闘になったら苦戦しちゃいそうだけど。私？まあもちろん頼りにしてくれてもいいわよ。ちゃんと守ってあげるし。マスター、私もマスターを守りますよ。応援してますよ。で、しっかり
エネミーを発見。手応えありです。要注意エネミーなのです。手応えありです。このままじゃ行くわよ。回復するわよ。リズベット、ありがとうございます。クリティカルです。行かせてもらいます。最高です。オッケー。アファシス、ありがとうございます。手応えありです。クリティカルです。手応えありです。少々手荒でしたからね。私一人でも十分ね。オッケー。この調子でいきましょう。少々手荒でしたからね。リズベット、ありがとうございます。敵がいます。接近戦はいけない。すごいのです。倒しました。オッケー。グレネード行くわよ。この調子でいきましょう。素晴らしい結果です。リティモードでした。バフよ。リズベット、パワーアップしました。リズベット、ありがとうございます。敵がいます。リズベット、グレネード行くわよ。了解です。手応えありです。かかってください。いいじゃない。グレネード、強敵。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。今がチャンス。ドバン。ポイズン状態です。やるじゃない。素晴らしい結果です。敵がいます。バフよ。リズベット、パワーアップしました。リズベット、ありがとうございます。クライアル、距離を取りましょう。
て。いいじゃない。この程度ですか。最高です。弱ってるわよ。今がチャンス。応援してますよ。手応えありです。リクベット入れるので。もうちょっとは。毒ってるね。弱ってるわよ。敵がいます。接近戦はいけない。設置完了。飛ば任せて。距離をリクベット。パワーを呼びました。分かったか。距離を取りましょう。手応えありです。弱ってるわ。今がチャンス。いいじゃない。リクベット素晴らしいです。毒ってるわ。スタンです。チャンスだわ。終わらせないよ。弱ってる。今チャンス。倒しました。想像以上ね。素晴らしいです。ありがとう。戦闘終了ですよ。やっリクベット。やってやるわよ。そこね。倒す。エネミーを発見。グレネード投擲。サポートするわ。リクベット、ありがとうございます。設置完了。やるわよ。ダンスだわ。終わってるわよ。チェンジしてます。かかってきなさい。いいかな。クリティカルです。ブレイキを畳みかけて。スタンです。素晴らしいです。ダンスだわ。終わらせるわよ。クリティカルです。リクベット、私のフォローが遅かった。応援してます。最高です。アファシス、ありがとうございます。リクベット、ありがとうです。素晴らしい結果です。任せて、投げろ。グレネード、行くわ。リクベット、行くわ。ポイズン。素晴らしい結果です。私サポートするわ。こちらです。やるわね、隠れろ。やっとこんなものよ。素晴らしいです。ありがとう。素晴らしいです。ありがとう。リズベット、恐縮です。最高です。弱ってるわよ。フットワーチャンス。了解です。スタンです。ダンスだわ。終わらせるわよ。やりましたね。リズベット、パワーアップしました。少々手荒でしたかね。一つのミスが大きなミスに。デバフ入った。見つけた。準備は整いました。かかってきなさい。狙いなさい。弱ってるわよ。今がチャンス。その手クリティカルです。やるじゃない。手応えありです。素晴らしいです。だっとこんなものよ。足が止まったわ。ダウン、攻撃を。弱ってるわよ。毒ってるね。デバフ入った。設置完了。素晴らしいです。変えちゃうわよ。感謝を。行きますよ。サポートするわ。最高です。ありがとう。リズベット、ありがとうございます。グレネード行くわよ。しっかり。待って、いいじゃない。リズベット、感謝を。
もう少し頑張りましょう。アファシス、ありがとうございます。最高です。アファシス、恐縮です。来ますよ。チャンスよ。いいじゃない。ありがとうです。わかったか。まずね、適当に使うわよ。最高です。ジャイちゃん、回復しろよ。リズベット、ありがとうございます。誘わなかったのですか？みんなで戦った方がいいのでは？今回みたいなことに直接関わっちゃうと悪目立ちしていろいろと困ることもあるでしょ。ほら、あんたがレイちゃんと会った後みたいに余計な噂とか絡んでくるプレイヤーとか。あんたって。とにかくキリトさんやアスナより先に私たちでさっさと偽物を片付けちゃいたいの。でもキリトたちも多分すぐに自分の偽物を追いかけると思うのです。そうなのよね。あの二人のことだから間違いなく自分たちで追ってくるわよね。というわけで時間があまりないわ。さっさと偽物を見つけるわよ。クレハ、来ました。キリトがもう追いついてきました。悪いな、すぐに終わらせるよ。レイちゃん違う、あれは本物のキリトさんじゃない。多分レイの偽物よ。本当ですか？大変です、マスター。キリトの偽物と戦闘開始です。エネミーを発見。オッケー、来たわよ。これで最高です。アファッシュ、力になれてよかった。クリティカルです。こちらです。行きますよ。素晴らしいです。ありがとう。弱ってるわよ。今がチャンス。クリティカルです。クリティカルです。アファッシュ、助けます。ずーっとリズベット、助けますよ。クレハ、準備は助けます。調子すぎました。ありがとう。使います。使いますよ。使うわよ。こちらです。クリティカルできますよ。グレネードです。手応えありです。素晴らしいです。クレハ、もう助けます。ずーっと。リズベット、恐縮です。いいじゃない
ありがとうございます。倒しました。少々手荒でしたね。剣が…弾が…剣に当たった。仕方ない、ここは仕切り直しだ。あ、待て、逃げるな。逃げちゃいました。ってことは私たちの勝ちなのです。そうね、あの光景を修理するまでは偽物のキリトさんが他のプレイヤーを襲う可能性は低くなったんじゃないかな。そうね、私や五木さんの偽物よりずっと強かった。放っておくともっととんでもない騒ぎになっちゃうかも。レイちゃん、さっさとあの偽物を追おうよ。優しく一発で仕留めてあげようと思ったのに。獣は勘が鋭い、害獣は特に。仕方ないから正面からぶっ殺すことにしよう。そうしよう。たとえ偽物 NPC でも女の子を殺すのはもったいないけどさ。偽物 NPC って、私のこと？あれ？この反応、もしかしてご本人様？偽物なんてひどいのです！もしかしてあなたたちも偽物を追ってるの？そうそう、君の姿をしたエネミーアファシスを前にも見かけたからさ。
今度もそうかなって思って。実は私たちもエネミーアファシス、つまりプレイヤーの偽物 NPC を追いかけてて。なんだ、もしかしてもう情報広がっちゃってるの？まいったな。偽物 NPC 狩りって報酬美味しいんだけどな。どうしよう、チャーリーちゃん。ここは GGO だ。そうだった。よし、ぶっ潰そう。ああ。ちょっと、私は偽物じゃないんだってば。どちらでも構わない。そうそう、NPC はクロース。強いやつは全力でクロース。ここは何としても生き残って、この人たちから情報を引き出すわよ。